パリの恋人は1957年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディのミュージカル映画。主演はオードリー・ヘップバーンとフレッド・アステア。ヘップバーンは本作が初めてのミュージカル映画。監督は恋愛準決勝戦でアステアと組んだスタンリー・ド年。ネン。ドネンは後にシャレードといつも二人ででもヘップバーンと組んだ小さなホニアで働くジョーは 共感主義に没頭していた。ある日、彼女はひょんなことから、ファッション雑誌のモデルを依頼される。ジョーにとっては、パリに行けることは嬉しいことではあったが、モデルの仕事は、初めてだったため、少々不安だった。それでも、ジョーは、パリで、共感主義の元祖フロストル教授に会えるという期待を、胸に、雑誌の編集長、マギー、カメラマンのディックと共にジョーは、 パリへ飛び立つ。ベースになったのは、脚本家のレナード・ガーシュが1951年、ブロードウェイのために書いた、結婚の日という台本である。ガーシュが親しい友人になった、写真家、リチャード・アベドンの半生をもとに書いたもので、最初は別の音楽がついていた。それが、MGM ミュージカル制作の第一人者ロジャー E、デンスの目に留まり、 踊る大ニューヨークで一緒に仕事をしたスタンリー同年が監督をすることになった。ガーシュが同年にシナリオを読んでいると暗室の場面でこれじゃモデルなんかになれない。変な顔という部分でガーシュと同年の目が合い、同年がここであの歌を使える。と叫び、ガーシュもガーシュウィンと叫んだ。二人は1927年に フレッド・アステアが出演した舞台ファニーフェイスのためのジョージ・ガーシュウィンとアイラ・ガーシュウィンのスコアから歌を探したところ我々が設定した新しい場面に合うように始めからできていたのではないかと思えるほどだったという題名をファニーフェイスと変え新曲をロジャー・イーデンスとレナード・ガーシュで追加しオードリー・ヘップバーンとフレッド・アステアに出演依頼がなされたヘップバーンは 重厚な戦争と平和の次の作品のため軽い作品を望んでおり、フレッド・アステアと踊れるということで大喜びで出演を引き受けた。フレッド・アステアはヘプバーンが共演を望んでいるということで一生に一度しかない共演のチャンスを逃したくないと思い、他の仕事を全てストップするように指示した。しかし当初パラマウントは契約していた。 ヘップバーンの貸し出しを拒否。アステアはこの企画が実現しないだろうとまで言われていたが、ヘップバーンが望むなら必ず何とかなると信じていた。結局、将来ヘップバーンが MGM のために一本出演するという契約で企画全体がパラマウントに売られ、パラマウントで制作されることとなった。歌の収録前、ヘップバーンは4週間にわたり発声訓練を続けた。 MGM で、ジュディー・ガーランドなどの歌手兼女優の発声コーチをした、経験のあるケイトンプソンも応援で借り出され、ヘプバーンをコーチしている。フレッド・アステアが演じるカメラマンのディックは当時、ファッション写真家として前世紀にあった、リチャード・アベドンの反省が、モデルになっている。この映画では、実際にアベドンが、ビジュアルコンサルタントとして関わっている。 ケイトンプソン演じるファッション雑誌編集長マギーは、ボーグの編集長、ダイアナ・ブリーランド、あるいは、ハーパース・バザーの編集長カーメル・スノーをモデルに、しており、作家でありキャバレーのスターでもあるケイトンプソン自身を、念頭に置いて作られている。本作で、デザイナーへの道を志すきっかけとなったケースは、他のどの映画よりも多いと言われている。影響を受けたデザイナーには、 ジェフリー・バンクス、アイザック・ミズラヒなどがいる。また、後に、ヘプバーン最後の映画、オール・ウェイズを撮ることになるスティーブン・スピルバーグはティーン、エージャーの頃、両親に無理やり連れて行かれて、パリの恋人をドライブインで見た。そして、ヘプバーンを見た途端、スピルバーグはすっかり魅了されたという、神経衰弱ギリギリの女たちのタイトルバックに関して手がけたファンガッティは、 パリの恋人をベースにしていると語っている。ファニーフェイス、ボックスオフィス、ビジネス。IMDB、2011年5月18日、閲覧。ABCDFGH チャールズ・ハイアム。オードリー・ヘップバーン映画に燃えた、華麗な人生。近代映画社 ABC ジェリー・バーミリー。スクリーンの妖精オードリー・ヘップバーン。 進行ミュージックハット ABCDEFG ロビン、カーニー。ライフオブオードリー・ヘップバーン。キネマ巡報者 ABCDEFG アレグザンダー・ウォーカー。オードリー・リアル・ストーリー。アルファ・ベータ・ハット ABCDEFGH。アイバリー・パリス。オードリー・ヘップバーン上官。集英者 ABC イアン・ウッドワード。オードリーの愛と真実。 日本文芸者 AB フレッド・アステア。フレッド・アステア自伝ステップスイン・タイム。青2社 MGM との契約が、後の、緑の館になる日本コロンビアや20世紀フォックスから、DVD が発売され、BS-11 でも放送された、思い出のオードリー・ヘップバーンで、オードリー・ヘップバーンもそう発言している。リチャード・アベドン、アベドンファッション1944から2000。 ハリー・エヌ・エイブラムス、2009、P19 ヘプバーンの電気では、防具の編集長と書かれているが、パリの恋人撮影時のブリーランドはまだ、防具の編集長ではなく、ハーパースバザーの編集者である。ただし、アベドンと組んで仕事をしていたのはブリーランドである。ABCDE パメラ・クラーク・キオ、オードリー・スタイル。後段者ペン、P44。 阪急コミュニケーションズ、ありがとうございます。